姫様狸の恋山用は、水瀬真由による日本の漫画作品。漫画アクションにて、2013年21号から2016年24号まで、連載。徳島県小松島市。海に面した風光明媚なこの町には、狸を建て祭る金長神社がある。その金長神社の近所の藍染め屋の一人息子、陸は、幼馴染みの百光と共に町を出て、 京都の大学へ進学することを夢見ていた。しかし、その夢は、家業の後継ぎという立場と、すでに決められていたい名付け、ミヨの存在によってあっさりと潰されてしまう。しかも、ミヨは、家柄向き立ても、そして手並みもいい、タヌキであった。声は、ドラマ CD のキャスト。代々藍染めを制御としている染物屋の家系。陸たちが通う高校。 ミ代やゴンスケも馬鹿市を使って転校生として通学している。徳島に生息するタヌキたち。阿波のタヌキ合戦以降、滅亡の危機に瀕している。金長箱松島を中心に生息するタヌキたち。全部で100頭ほどしかいない。六江門発田山の麓の津田寺に建てられた穴観音城を中心に生息するタヌキたち。穴観音城には、 八代目六衛門とその進化や警備兵の狸、そして小児の狸や馬鹿死の能力のない狸などの外では立場の弱い狸たちが住んでいる。その他の狸、ありがとうございます。